い、こんにちは。札幌占い美容師山口の後藤です。履歴が矯正をかけてるということなので、はい、矯正が、何ヶ月だ。12月からかけてます。12月だから、3ヶ月ぐらい。3ヶ月前にかけてって、はい、で結構広がるので、はい、このような感じでちょっと広がる感じの髪に、はい、です。で、量もちょっとまああるんですけど、うねりはそうですね、まあちょっと今この辺がうねってる感じで、まあ膨らんでるんですけど、はい、まだ学生さんなので髪が染められないというのと、仕事でアルバイトでちょっと肩に当たると縛らないとダメ、はい、で、変形型のまあ縮毛矯正をちょっと使いながら、矯正という使い方というよりは骨格調整という感じで、対応していきたいなと思います。そうしないとね、雰囲気変えることがちょっとできないと思うので、多分思いっきりガラッと変えていくってなると、やっぱりその部分的に骨格の矯正をしていくっていう必要があるので、カットじゃできない部分はやっぱりパーマ液を使って、ちょっとやっていきたいなと思います。これね、つけて切ったらすごい分かりやすいので、ちょっとつけます、はい、バームオイルをつけます。結構わさっとこうなるんで、皆さんどういう風にカットするか皆さんそれぞれかと思いますが、皆さんこれ大体耳から後ろを止めた方が実は長さって分かりやすくて、ここのこの要は影が、ここの影があると、なんかどの長さかってあんまりはっきりしてこないので、一回ここ止めちゃった方が、イヤートゥーで止めてからカットした方が、まあ長さのレングスは分かりやすいと思ってます。まあ矯正毛なんで結構ライン出すと危険なのかなっていう気が僕はしてるので、まあやっぱりセニングでぼかしながら切るのがいいかなと思うんで、ブラント2セニングで切っていきましょう。まあこの辺のイメージを共有しながら、これかな、これ切っちゃうよ。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、ここを切ります。こうですね。で、ここが曲がってこうなる。でもこれさ、怒られるよね。そうですね、怒られちゃう多分。っていうように、ディスカッションしながらサイドからだと切れちゃうんで、バックからだともう決めた長さしかもう出来上がったら決まるみたいな感じになっちゃうんで、まあその仕上がりをイメージしながらやっぱやってた方がより理想に近くなるのかなっていうことで、僕はそうしてます。これだったらだって言われちゃいますもんね。言われちゃいますっていう感じでちょっとずつ切ります。でも巻いてみないと分かんないのもあるんですけどね。そうですね、ちょっと切りすぎちゃうと、あと矯正毛は切りすぎると結構上がっちゃったりとかして、毛量多い人は危険なんで、皆さん気をつけてください。で、これはイングラをねイメージして、ノーテンションでカットしていきます。どこがいいかっていうのですね。で、この延長線上のこの空間認識をしっかりした状態で、まあ若干前下がりぐらいに作ろうかなと思ってます。この丸さもちょっと必要なんで、はい、まあ中のね毛は出てくると思うんで、三つ襟の毛とか襟足のところとかは出てくるんで、ちょっと離れてみます。いつも僕はもうこう A をこう見るみたいな感じで、ちょっと離れてみて、あ、長さ大丈夫かなっていうのを確認します。あと癖の感じだったりもちょっと見ておいて、はい、この引っ張る位置どこかなっていうのも確認しておきますね。こんな感じで、で、ブラントシザーだとまあ、ショーバルでも全然切れるんですけど、結構バツってなっちゃうんで、まあ、ちょっとぼかしながらがいいかなと思います。とりあえずのガイドなんで、はい、こんな感じに切りまして、ノーテンションで、ちょっと全体を合わせていきます。で、サイドとバックさえ決まれば、中間はねその余韻でつながっていくみたいな感じなので、肝心なところを最初にやっちゃうっていうスタンスにしてます。まあ長かったら、まあ、こんな切り方なんで、長かったらまたすぐ切り足せるというかなんですよね。ディズニーランドの乗り物は大丈夫なんですかね。行ったことないです。ああ、そっか、これからですね。はい、
楽しみですね。ちょっとすごい撮ってるわけじゃないですからね、刈り上げてるわけじゃないですからね。USJ という、ディズニーランドとどっちが行きたいんだろう、学生さんが。ディズニーランドが行きたい。まずそっちですかね。はい、USJ はもうすべてお金なんで、はい、あそこ、そうなんですか。そうっすよ。何でもかんでも。悲しくなるぐらい。本当に。あれはひどい。どんどん抜かされていくっていうね、並んでると。悲しいことに。あー、なんか友達もそれ言ってました。でしょ、はい、結構ね、抜かされるさ。だいぶ前から待ってんのに、すいませんって言って途中に、有料の人が入れ横入りさせていくっていうのかな。例えば、ミニオンと一緒に写真を撮るとかだったら、はい、結構待たされるかな。やだ。無料の人は並んでて列になって、はい、で有料の人は横からちょこっと来て入るみたいな感じだった気がします。そう、だからディズニーランドの方が最初いいかもしれないですね。あ、そうですね。でもなんかディズニーランドも今お客さん聞いたけど変わったって聞いた。あ、そう、今日聞いたけど、でも行ってないから変わっても分かんないでしょ。まずわかんない。ここちょっと軽くなってきてると思うんですけど、今イングラをイメージして中に粗いヤスリがけをしてる感じです。なんかイメージわかります。はい、これは、ゴムのようにね、引っ張ったら戻る、髪は引っ張ったら戻るっていう習性がありますから、この髪の毛がありましたら、このですね、僕はこの部分を引っ張ります。テンションがここ7かかったらここ3、7と3っていう感じにします。わかりますかね。指でこういう風にしながら、このモデルさんも結構ここくるって内に入ってて長めにしてるんで、はい、まあ結構同じでしょ。はい、結構一緒じゃないですか。一緒です。かなり再現してますよね。はい、まあ、簡単にできるんです。ここからもっとここをシェイプさせて矯正でねしていけばもっといいと思うんで、はい、よりこの感じをちょっとブローしてる状態ですけど、まあ、乾かしたらできるみたいなのをちょっと作りたいんですよね。はい、はい、ということでそうします。で、前髪切るときはテールコーム使いながらカットします。こういう感じですね、この場合は。で、ノーテンションで R2 でこういう風な感じでチョップを入れていきます。チョップというよりはまあただ斜めに入れてるだけなんですけど、 R2 セニングは本当にラインをぼかしながら作っていくのに本当最適なので、まあ、ほとんど美容師さんじゃなくても使えるんじゃないかっていうぐらいの感覚で、で綺麗にこうぼけるんで、こう自然じゃないですか。これ引っ張っちゃうとやっぱ癖戻っちゃうんで、あ、癖が死んじゃうんでね、上がっちゃったりするんですよね、こういうところって。矯正毛の方とかはこうやって引っ張ればここがちょっと今重く落ちてるんで、ここをちょっと拾ってあげて均一に落ちるような感じを作ります。はい、でその状態で、この T4 スイング、普通のスイング絶対使わないでください。で、骨格どこに落としていくかっていう場所をちょっと探します。そうですね、ちょっと下目の方がいいんで、この辺から落としていきたい。頬ぐらいから落とします。作ります。ね、これでカットだけでもタイト化できるんで、これだけも結構変わってきたでしょ？まあ、すごいですね。はい、結構変わったよね。あ、コットン大丈夫？あ、大丈夫です。あります。っていう感じでですね、まあ結構カットは、また後でまた切るんですけど、いきなり最初から100目指さない方がいいですね。これから矯正とか入れるんで根元ずれますから、まあ、大体ですね、今これ共有の部分なんで、まあ、この5分ぐらいだったら切れますから、まあ、ちょっとゆっくり話して切ってるんですけれども、まあこんな感じかなっていうので安心させるということですね。で、まあ、多分ね、結構こういう風なやり方でやると矯正毛も結構馴染んでくれるんで、はい、あとはダイバルタンは後で入れます。これでカット終わりです。後でまたちょっとやりますけどね。 7.8 のクリームと、あと、スピーラーなし GMT が 10% です。それにキアヌのシステアミンですね、システアミンを 20% 入れた状態なんで、まあ、システアミンと GMT でかけていくような、ちょっと強めにわざとしてます。まあ、強いって言っても
一般的に見たら強くはないんですけど、ちょっとスピードを上げたい部分もあってそうしてます。はい。でまずな、じゃあ何をするのかっていうと、まず根元の部分をやっていくんですけど、こういう感じに骨格矯正したいんですよ。なのでこういう感じですね。薬剤をつけるのはこういう感じでつけていきます。ここにバーっと、で下のこの辺の癖は生かしていきたいので、多少生かすというかね、まあ、あんまりこうがっちりいきたくないので、ここだけしっかり、でこの表面のこれ以前もやった5分間だけ放置したら次の工程に進むという感じでやっていきます。でこの段階の時に皆さんやっていただきたいことが1点ございまして、はい、この状態にですね、まあ、これね皆さん全部真似しなくていいのでちょっと複雑なので、で喉、シリコーンと、あとおばあちゃんで、ね、捕まったらめんどくさいおばあちゃんとかもいるでしょ。結構いますね。長いなみたいな並び始めてんのにまだポイントカード出してくれなかったやつ。ああそうね、あのレジが遅いよね。ああそうです。まあしょうがないんですよね、それ。本人は一生懸命やってるんだけど多分あと200円玉を10円玉で一生懸命出してくる人とかセルフレジの人ですね春になるとね、あの様子がおかしい方が多くなりますから気をつけてください。ちょっとあれっていう人が結構たくさん出てきますからね、この時期は。わかる？あ、わかります。叫んでる人ですよね。そういう人とかね。はい、この間100均行ったら、あのグレーっていうバンドがあるんですけど、はい、グレーを熱唱してる人がいて、怖いだろ。すごい、いやかかってたんですよね。はい、あの音楽がちょうど。乗ってたんですか？もう分かんないけど女の人めっちゃ怖いと思う。女の人です。男性じゃなくて。団体で借り、わかんないですけどね。いや本当ね、俺営業しめちゃくちゃかかってくるんですよ、美容室でも。ああ。まあそれね、それかけてた方なのかもしれないけど、結構ね手止まるんですよ。例えば今かかってきたらさ、はい、まあ今まあねこれ終わってからだからいいから。営業中は結構忙しいのにかかってくるんだよね。ああ。で、オーナーさんいますかってくるでしょ。あ、はい。で、いや出るでしょ。そしたらいやなんか営業電話なんですよ。はい。で、結構しつこいんですよね。はい。困るんですよね、はい、そうなると。イライラしますか？いやまあなるべく早く終わらせたいなっていう感じはしますよね。やっぱりそうですよね。まあ、できれば、はい、であのお客様待ってる時とか混んでる時とか限ったら、はい、やっぱちょっとまずいですよね。これめっちゃつけてますけど、これこれ1個で3人分ぐらいいけちゃうんで、この状態で、乾かしていきたいと思います。まあすごい。どうです？正直な。サラサラ。結構違いますよね。はい。矯正かけたらやっぱ硬くなるから。ああ。それ矯正かけた感じよりも全然よくない。サラサラな感じです。そうですよね。すごい。やっぱり矯正ではないんですが、根元は矯正かけてますけどね。はい、毛先の方はまあ矯正っていう感じではないんですけど、質感が思いっきり変わりますよね。変わります。違うの分かる？なんかサラサラしてる感じの。そうですよね。はい。かなり。まとまってますね。そうでしょ？はい。そう。すごい。矯正の感じが全く感じられないというか。で、ここら辺は矯正かかってて。はい。まあ、さすがに毛先はまあ、まかない雨だけども。はい。まあ、ここで結構頭が多分すごいタイトになったかなっていうふうに思います。はい、ちょっと見えてないんで結構変わりましたよ、本当に。結構変わりましたね。ちょっと横見える？あ、見えます。あ、すごい。違うでしょ？はい。別人的な感じですよ、結構ここのラインがするとですよ。はい。なんで、あとはね、普段スタイリングするんでその感じをイメージして、ちょっとアイロン入れますが、はい、ありますね。で、この中の方ね、先ほど、R2 スリングで切ったんですけど、そこを、今度は
ダイバルタン7インチこのダイバルダイバルで、今度は綺麗にヤスリ掛けしていくと。大丈夫？あ、大丈夫です。でそうすることによってより、綺麗なラインが出せます。はい、ではこの状態でまあ最後はね、僕はこう重さ欲しいんで最後はショーバル使います。ここでブラントちょっと頭こうしてくださいね、多分結構最近こうやってやるとこうやってなるとね、あいつ引っ張りすぎだよってコメントされるんだよね。ごめんね。大丈夫。ちょっと頑張って、はい、それ痛そうだって言われるんだよね結構。そのなんか全然関係ない美容師じゃない人が、あ、そうなんですか。 YouTube に上げた時ね、ああ普通 の、 あのオンラインでは言われないけど、はい、YouTube にあのちょっと一部分かんなくして、はい、概要だけバーってこんな感じのやってるよっての載っけたりするんですけど、最後ダイバルタンで、あ、ダイバルタン、ショーバルタンでラインを作るというのがまあ僕の鉄則ですね。やっぱ最後はラインで終わらせたいなっていう感じです。これ毛先もちょっとねブラントカットちょっと入れてあげた方がいいですね。毛先にブラントを少し入れてあげると、僕はこういう方が自分は好みです。で前髪ずれたんで、まあちょっと切っていく感じですね。で、結構ね触覚の部分下ろしたい方多いと思うんで触覚の部分をちょっと取って、はい、ちょっと取ります。ちょっと後で取ろうと思いますね、はい。でここがタイト化したので結構変わったのと、あと前髪もちょっとバランス、アップした時に今までとちょっと違う遅れこの辺の毛が出せるかなと思います。はい、じゃあ違わないですか。で後ろは実はちょっと見せますね。はい、こういう感じ。あ、すごい。ちょっと触ってみてくださいね。アイロンかけたからっていうわけではなくて質感が変わるんですよね。すごい、はい、結構違うでしょ。違います。そうなんです、結構違うんです。これがすごい、めっちゃいいですね。そうなんです、結構いい感じに変わります。